はい、今回はね、クロードっていうスマホで使う AI チャットがあります。これがね、チャット GPT を超えたんではないかなっていうふうに言われてるんで、早速試してみました。もちろん、無料で日本語で使えます。で、おはようって書いてあるでしょ？お腹は空いたかいってあるでしょ？これ私がチャット GPT に聞いたんですよ。そうすると、すぐにこういうふうに返信が来ました。はい、私にも空腹感はあります。しかし、私は人工知能なので、実際に食事をする必要はありません。でも、あなたが朝食を楽しむことができてよかったです。一日の始まりに、なんて書いてあるの？適した栄養のある食事をとることは大切ですねっていうふうに返信がすぐ来たんですよ。結構、この短い文章で問いを出したのに、本当普通の会話でしょ？しかも、私のことをおもんぱかって、結構ね、気遣った会話になってますよね。で、すぐに私ね、スマホのアルバムから写真を送ったんですよ。こういう、なんか、小鉢の写真ですね。そうすると、この写真についての解説をしてくれるんですよ。はい。こういうふうに書いてますね。この画像には、木製のテーブルの上に置かれた深い茶色の陶器のボールがあります。ボールの中には醤油または味噌ベースの濃い茶色の汁に浸された、揚げた豚肉の角切りと肉の野菜が入っています。横にはピンク色の、野菜が添えられています。これ、はじかみですね。背景には木製の壁と植木鉢が見えます。全体的にこれは日本の伝統的な家庭料理の一品のようですと。その通りなんですよ。これもう写真のね、解説をすぐするんですよ。すごくないですか？これね、今私この2つのコマンドしか打ってないんですけども、これから使うのが楽しみだなと思ってます。で、クラウドってやつです。アプリのシンボルマークはこれですね。これちょっとおすすめですよ。こういうふうなトップ画像になってますね。おはよう、元気ですかってなってるでしょ。これからね、いろいろ使っていこうと思います。ぜひね、これ Apple ストアからクラウドで検索してみてください。クラウド、そしてハッピーレイトナイトって書いてるでしょ。まあ今深夜4時ですからね、ハッピーレイトナイト哲郎でいいんじゃないですか。哲郎って私プロフィール入れてないんですよ、これ。気味が悪いですね。なんでだろう？なんで名前知ってんだろう？プロフィール入れてないんですよ、私。これね、メールアドレスを入力しただけなんですよ。これはちょっと気持ち悪いね。どうなってんだろう？ プロフィール入れる必要がないですからね。メールアドレスを入力して、入力したらメールアドレス宛てに返信が来て、そこに、なんかナンバーが出てくるんですよ。ね、そのナンバーを打つと、このアプリが使えるようになるんですけども、どうやって私の名前回収したんだろうな、これ。これちょっと気持ち悪いですね、ここは。はい、以上です。